敵艦隊に対しては誓ってこれを撃滅し、神金を安んじ奉ります。今から約120年前、明治37年1904年12月、ロシア艦隊との決戦を控えた連合艦隊司令長官東郷平八郎は御前会議にて明治天皇に確約しました。この発言の根拠となったのが明石元次郎大佐がロシアで行ったスパイ活動です。国家予算が1億5000万円という時代に100万円、今だと約1兆円弱の予算を使ってロシア国内をかき回したと言われていますが、その活動資料はほぼありませんでした。エッセイ漫画松吉伝代表作風雲児たちの源太郎先生の祖父の漆原松吉は日露戦争直前に明石元次郎当時大佐の部下になっていたのです。詳細はほとんど語られませんでしたが、スパイ活動予算は国家予算の数分の1、今だと最低12兆円以上を使い、ロシア諜報機関を丸ごと買収していたそうです。私は思うのです、明石元次郎大佐の記録がもう少し残っていたら、後の日本の姿は大きく変わっていたのではないかと。